今期の竜王戦7番勝負は藤井聡太7冠に同学年の伊藤匠七段20歳が挑んでいます。二人の年齢の合計は41歳でタイトル戦史上最年少の組み合わせだということです。両者は小学3年生の時に初めて対戦していて、その際は伊藤七段が勝利し藤井七冠が大泣きしたという逸話も残っています。 プロになってから公式戦は2戦し、藤井七冠の2勝となっています。今回この竜王戦という,こう素晴らしい舞台で対戦できることを私自身もあのとても楽しみにしています。現在8冠に挑戦されていて、そうですまあ、本当に最強の棋士と言ってそういう印象ですね。はい。 竜王戦七番勝負第1局の決着がつくのは明日夕方以降とみられています。